今日はここからお届けするわけでございます。青森です。さあ、ここが新たにできた駅舎の入り口でございます。変なところに入り口があるような気がしますよね。ではまず階段登っていきましょうか。階段を登っていって3階に到着しました。では3階に行くと、見えてくるのは改札口でございます。なんと改札口が出るじゃありませんか。そしてこちらにはまた新たな出口、入り口ができています。まだ準備中というところでしょうか。エスカレーターも設置されているみたいですね。でもどうなるかわからないですけどね。隣が近いです。さあ電車が到着して、ここだと見やすいですね。様子が、前まではここに改札がなかったんですけどね、ちゃっかり2台増やしましたね。前来てる時より増えてるような気がします。前ここだけだったような気がしたんですけど、ここ作りましたね。準備が早いもんだ。多分1ヶ月で3ヶ月ぐらいか。で、この下にも階段ができたんですよね。ここは多分男子便ができるようでね、こちら車椅子、そしてこっちは3、4番に、そして1、2番線に行くやつですね。ここは多分女子トイレの予定ですが、よく見るとまだ仮設で準備すらできてますよ。さあ降りまして、スタートで到着です。